皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今日は4つ同時シリーズ第3弾ということで、ヘキサゴンを4つ同時に作りたいと思います。ただし今回はかなり難易度が高いため、対戦相手を CPU ではなく無操作の 2P にしてやっていきたいと思います。それではどうぞご覧ください。はい、やっていきたいと思います。赤ヘキサゴンを左下に作ります。そして黄色ヘキサゴンは右下に作ります。いい悪くはない感じですが、緑が多いのがちょっと気になりますね。さあ、黄色ヘキサゴン赤ヘキサゴン、お互い土台作りが完了しました。で、真ん中に緑が入ってるんでね、緑はちょっと使えない。さあ、こうかな。左側青で、青を消したらヘキサゴンが決まる形できました。そして、緑を土台にしようかな。緑、右上は緑狙っていきます。赤消えないようになるんで紫かな。はい、これで紫が狙えて、よいしょ。はい、さあ、いい感じでボールが詰めていますね。紫ヘキサゴンが、まあ、そこそこいいところまでボール積み上がっています。これはちょっと厳しい。赤にしましょう。左側、右側赤で、土台を作っていきます。で、青を置きたい。青をまず置いて、黄色も置くと。お、いい形できてますね、これ。さあ、右側もね、土台が出来上がりつつあって、緑どうしましょう。緑は、かな？はい、緑置きました。さあ、そして、はい。お、悪くない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 。赤も置き終わりました。たね、はい。そして黄色置いて、待てよく考えて、こうかな。はい、で左側、これで左側ヘキサゴンの形も完成。はい、そしてですね、これ緑がちょっともったいなかった。緑ちょっともったいなかったんですが、一旦これ青消しましょうかね。青一旦消して、はい、で緑土台完成。で紫だ、紫を消そう。紫をまず消します。紫消し、消して、紫を消して、これでヘキサゴン来たか。赤ヘキサゴン、黄色ヘキサゴン、紫ヘキサゴン、緑ヘキサゴン、決まった、決まりました。4つ同時ヘキサゴン、ついに完成しました。やったー、嬉しい。やったー、嬉しい。本当に嬉しい。いやー、ということでね、無事ね、4つのヘキサゴン同時に作ることができました。やったー。ぜひね、この動画高評価よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録と Twitter のフォローもお願いします。ということで、今回の動画ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。